おそす、ゆめろっくです。いつもありがとうございます。さて今回はですね、なんとバシタ来店、シバターさん来店の激アツ店に来ております。月に1回ぐらいのイベントかな。そして抽選を引きましたところ、なんとというわけでですね、これはもう時期的にも明日明後日ぐらいにもうミリオンゴッド神々の凱旋が撤去という形ですので、やっぱりこれはもう神様からのお告げかなと思いますので、今日は、ゴッドこれを実践したいと思います。あ、珍しいやんかと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、私ヒムロックは、ゴッドも全然好きなんです。ただ、今も破産ギリギリっていうこともありまして、なかなか手が出せない機種だったんですけれども、これを機に、凱旋ラストという形で今回は実践いきたいと思います。はい、そんなわけでスーパースルトラミラクルハイパージャグラ、
前はもう死んでいる。実践終了ということで、先ほど帰ってきまして、ただいま浴びるほど酒を飲んでいる次第であります。いやー、うんこちゃん動画で申し訳ないんですけどね。でもね、俺気づいたことがあるんですよ。売っててこのヒムロック、まあ、動画にしてない分も入れましたら、数々の凱旋でのドラマチックな展開、そして万枚達成などなど、もう数々の逸話を持っている男なんですけれども、まあ今日が卒業式じゃないですか。絶対最後に花咲かせてやろうと、そんな気持ちで挑んだんですけどね、売ってる最中にね、心が踊らないんですよ、本当に。そん時ね、本当気づいちゃったんですよ。俺ってもうこいつから卒業しちゃったんだって、卒業しちゃったんだって卒業。うわあ、卒業なんて嘘嘘嘘嘘嘘。本当は神のイカズツエンツが来た時に、あ、俺ってやっぱり持ってるとか思ってたらドキドキした、ごめんなさい。企業銀行の皆様、これをもし見ていたら、先日振り込んだ15万円を全額俺の口座にキャッシュバックしてください。ご賞だ。ごめんなさい、返してよ。情けない。自殺。スーツケースに全て詰め込んで。みーちゃん、行ってくるわ。今日遠征やで。元気やな。今日何すんの？行くぞ、キャ。じゃあね。バイバイ。バイバイ。